コンベア XP6YXP6Y の模型コンベア XP6Y は1950年代にコンベア車で設計された未完の飛行艇である。本機の開発はアメリカ海軍の対戦専用航空機の要求に応じて始められた。XP6Y の設計は3機のターボプロップエンジンを持ち、胴体状のパイロンに装着された中央エンジンは、 低速飛行を実現するための境界層制御を行うためのものであった。この機能は低速飛行により荒れた水面の外海への着水とリッピングソナーの設置を可能とするためであった。設計上のその他の外観上の特徴は背面安定板と方向打を兼ね備えた高体格を持つ全長の約半分の長さに及ぶ巨大な垂直尾翼と筒状の機種レドームであった。 海軍故障 XP6Y-1 が与えられ、バノス147,206と147,207の2機の試作機が発注された。設計は、マーチン P7M サブマスターとの協作という形になったが、海軍側は P6Y の方に交換を抱いていた。予算削減の影響で、両機種とも20機が製作されることはなく、 米海軍は2機の試作機 XP6Y-1 の契約をキャンセルし、その代わりに後に陸上基地から運用するロッキード P-3 オライオンを選択した。ありがとうございます。